スペースメンさんは1982年にイギリスラグビーで結成されたサイケデリックロックバンドである。ポストパンク、スペースロックといったジャンルにカテゴライズされる。1982年、スペースメンさんはアートカレッジで出会ったジェイソン・ピアースとピーター・ケンバーによってオリックシャーはラグビーで結成された。ピアースとケンバーはそれぞれにギター、キーボード、ボーカルを務め、 ベースは、ピート・ベースマン・ウェイン・ドラムズは、ナッティ・ブルッカーという顔ぶれだった。彼らは何年か地元で曲作り、リハーサルなどを知って過ごし、1986年に、ファーストアルバム、サウンド・オブ・コンフュージョンを発売した。このアルバムは、メインストリームのガレージ・ロック・サウンドそのものであったが、1987年の、セカンドアルバム、ザ・パーフェクト・プリスクリプションでは、 彼らの作風としてよく知られるミニマールなサイケデリアを貴重としたものへ大きな変化を遂げた。この頃ナッティはバンドを離れ、ロスコの名で知られるスターリング・ロズウェルが新たなドラマーとして参加している。後にベインとロスコはバンドを離れ、ザ・ダークサイドを結成。バンドはベインの後釜としてウィリー・カラザースを迎え、公式にはドラマー不在のまま、プレイング・ウィズ・ファイアをレコーディングした。 1989年に発売されたアルバムは、前編にわたりサイケデリックなドローンミュージックが展開され、シングルカットされたレボリューションは、イギリスインディチャートで1位に輝いた。ツアーからはドラムスに、ジョン・マットックが加入し、彼らはミニマルなアンチショーで、イギリス、ヨーロッパを巡る。その後予定されていたアメリカツアーは、薬物問題からビザを得ることができずに中止され、 レディングフェスティバルへの出演でツアーは終了した。薬物問題とバンド内の不和は次第にバンドを壊し始め、1991年に発売された回帰、リカリングは彼らのラストアルバムとなった。このアルバムは、ピアースとケンバーがそれぞれ別のスタジオで制作した楽曲と、マット・ハニーのウェントモローヒッツ o w Hits When t Hits のカバーが収録されている。 アルバムはバンドの作品の中でも最もポピュラーなものとなったが、ケンバーは、スペクトラム、ピアース、カラザース、マットックは、スピリチュアライズドとしての活動をはじめ、バンドは1991年に消滅した。スペースメンさんの再結成は、コーチェラフェスティバルや、オールトゥモローズパーティーズなどで、たびたび話題に上るが、ピアースはこれを拒み続けた。2010年7月15日、 ロンドンのホクストンバーグリルにて、ケンバー、カラザース、マットック、最晩年に参加したマーク・リフォイによる再結成が実現し、3曲を演奏した。会場には、ナッティブ・ルッカーの作品も展示され、ケビン・シールズ、パッド・フィッシュがゲストとして参加した。ピアースは誘いを受けるも来場はしなかった。ABC ストロング、マーチンシー、ザグレート・ロック・ディスコグラフィー、エディンバラ、 モジョブックス、ピアニッシモ、909910、ISBN1 から841950173、a b c r d ワ n e スティーブン・トーマス、バイオグラフィー・オブ・スプスマンさん、アルミューズ・イック、2010年8月22日閲覧、AB ブーム、ソニック、ヒストリー・オブ・スプスマンさん、2010年8月24日閲覧、ラゴット、ネット、レビュー・オブ・プレイング・ウィズ・ファイヤー、 アルミューズイック、2010年8月24日、閲覧。スプスマン・サンリユーナイト・ウィズ・アウト・ジェイソン・ピアス、ウィズ・ケビン・シールズ、ピッチ・フォーク・メディア、マンデー、オーガスト・キュー、2010、ロバーツ、デビット、ブリティッシュ・ヒット・シングルス・アンド・アルバムス、ロンドン、ギネス・ワールド・レコーズ・リミテッド、P518、ISBN1 から904994から10から5、 ありがとうございます。